はい、皆さんこんにちは、薩摩です。今日はですね、梅雨の合間の晴れですね。今実がこんな感じでね、大きくなってます。でね、ここを見たらわかると思うんですけど、こういう風にね、花びらのカス、こういうのをですね、取っていってください。あと枯れ枝切りですね、これをやっていきます。はい、この花びらがですね、たまにひっついて、ここにね、傷が多分できてると思うんですよ、こういう風に。まあ、これは生理落下で落ちると思うんですけどね、こんな風に。はい。これもですね、これも生理落下でまだ落ちます。こんな感じに。多分最終的になると思います。こういう枯れ枝はですね、まあ風が吹くとですね、こっちにみかんの実があるんですけども、煽られてもう傷がつくんですね。ですので、こういうやつはもう確実に落としていってください。こういうやつですね、こういう花びらのカス、こういうのは傷になります。こういうふうに枝をですね、振ってから落としていきます。ああ、枯れ枝は結構ありますね。こことかこっちも、しっかり落とす。まあ、木が古いんでね、結構ありますよ。しっかり落とします。こういう下のやつもしっかり切ってください。こっちもですね、こういう枯れ枝からでもですね、みかんにはですね、黒点病という、病気があるんですけども、黒点病が広がります。しっかり切ってください。はい、これですけども、これが今生理落下前ですね。まだ今から落ちます。さっき言った黒点病なんですけども、みかん界ではですね、結構有名な病気ですので、ちょっと写真を載せておきます。こういうでかいやつはね、ノコで切っても大丈夫です。もう老木なんでね、結構枯れてる。この上も枯れてるね。これも切ります。はい、はい。そしてですね、少し早いですけど、鉄火ですね。まあ、これぐらいの範囲でね、一つですね。一つ鳴らせてください。これぐらいに一つ。で、これが大きいです。これ小さい、小さい、小さい。ね。下も小さいんで、大きいのだけ残します。そしてですね、みかんにはですね、生理落下の種類が2つあります。まずね、一次落下と二次落下なんですけども、こうやって上の方だけ取れるのは、もう二次落下ですね。二次落下。で、この多分上の方、芯からね、取れます。
これが一次落下。一次落下が先に起こって、二次落下が次に起こります。これが終わってから、鉄火ですね。で、まあ最終的には、このぐらいの量になりますんで、これが20ミリになったら、鉄火、こういうふうに行ってください。はい、こんな感じでですね、今作業を行っております。まあ、少しでも、みかんが綺麗なみかんができるようにですね頑張っておりますので、まあ、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回は鉄火の動画になるかと思います。それではさよなら、さよなら、さよなら。以上、薩摩でした。